大胆すぎる。メリークリスマス。石です。おじゃんぷうさぎコラボのスシローに行ったらコラボ商品がもうすでに売り切れてました。セットです。この間大久保公園であったイベントでカツーさんに会ってステッカーもらいました。鎮座。鎮座。カメラマンハロカです。本日は何をしていきますか。もうクリスマスなので、はい、クリスマスです。クリスマスなのでクリスマスです。ありがとうございます。ちょっとこの動画がいつ投稿されるかわからないんですけど、パウの動物たちにもですねクリスマスを味わってもらおうということで、パウの飼育員がですね今から作りますので、我々がクリスマスを感じようという動画になっております。まあ動物たちも、ね、楽しんでもらえたらと思います。はい、じゃあそれでは行ってきます。行ってきます。かっこいいな。誰にやるんだっけこれ。モルじゃないですか。じゃあモルにあげます。メリークリスマス。やばいやばい、なんか大が来たよ。でやー、違うんだよな。メリークリスマス and ハッピーニューイヤー。みんなこのみかんは好きだろうな。うわ、お前ギャサリン食いすぎだろ。お前おパンチみかん食べちゃうんで、うん、わ、でっけえ口開けてた今。かわいい。食べる、うん、うわ、こっちもすぐなくなるな。わ、なんかバーゲンセールみたいな感じ。おいしい、みかん。うわうわ、すぐなくなる。おいしいですか。踏んじゃってるよ。私の足がつっちゃうかもな。美味しいですか。美味しいです。私の足がつっちゃうかもな。うわー、はい、こっちでも揚げてますね。揚げてます。ツリー食べてます。猫ズノの花息が。食べ過ぎ。はい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 、終わり。大変な感じ。上手、上手、もう歌えてる。すごい。誰、ピーちゃん。ピーです。うわ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 。ちょっと。セリンの時にはね、控えめっていうのも大事なんだよ。美味しいですか。美味しい。おいしい。ピピ。おいしい。ピピ。やられた。おいしいですか。ほら。あるよ。お。いる。久しぶりだな、なんかこんなモル撮るの。あ、倒れた。あれ？早く終わりすぎたね。ちょっと思ってたより瞬殺でしたね。もう今日やっちゃう？まで休みなんで。ああ、じゃあやっちゃうよ。これ何？でもなんかそれっぽくさ、なんか変えたらあるあるに見えるよ。はい、よし。いや、匂いがすごいね。かわいいね。かわいいね。あげるからちょっと待って。はいはい、よしよし。ルル、ルル。
がいいんだけど。え、めっちゃ良くないですか。いいじゃん。で、なんか欲しいとかも欲しいね。あ、ちょっとダジャレ、やばダジャレ言っちゃった。ダサめだ、リアルだ。ガチでダジャレ言っちゃった。ダメダメ、ダサいって言われちゃう。何がダサいんですかって言われちゃうから。ああ、いいじゃんいいじゃん。はいはいはい。魚が、魚がこれ、はい、アメリカじゃなんか、はい、不気味らしいよ。はい、こんなもんすかね。はい、出来上がりました。はい、メリークリスマスです。メリークリスマスです。はい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 はシード満足か。大豆、大豆お前こっち来んやったん。大豆まだ待ってますけどみたいな。ルル美味しかった。ルル美味しかった。ルル美味しかったですか。めちゃん、りんちゃんどうでした。美味しかったですか。はい、ということで、やっていきました。まあ結構やっぱチュール使ってたっていうのもあって、猫ちゃんたちには、まあ、クリスマスプレート人気だったんですが、まあ、あの山本さん作の野菜のクリスマスプレートもキャサリンとかですね、まあ、モルとか、まあ、みんなが好きな果物や野菜を使ったので、まあ、楽しんでもらえたかなと思います。はい、またなんか正月で撮ろう。とりあえずなんかおせち、ああ確かにおせちだ。伊豆シャボがなんかもうめっちゃ豪華なの作ってて、ちょっとあれは越したいね。はい、まああのこれからもですね、あの季節柄のなんかイベントみたいなのもこの動物たちと一緒に、まあ、季節を楽しんでいきたいなと思います。今日の結論、クリスマスバイオで済ます、最高のダジャレです。はい、俺です。バイオパークですね、年中無休でございます。駐車料金タダです。毎回言ってる。しかも800台も止めれます。ぜひお越しください。はい、じゃあこの動画いいなと思った方、グッドボタン、グッドボール。クリスマスバイオで済ます人はコメントら、なんてコメントするの。あー、すいません済ますってコメントしてください。季節柄のイベントとかこう動物たちと一緒に楽しんでいきたいと思いますので、ぜひチャンネル登録をよろしくお願いします。はい、また次の動画でお会いしましょう。さようなら。バイバーイ。バイバイ。バイバイの顔。バイバイ。バイバイ。バイバイ。じゃあね。はい、作ります。十分かな。はい、まあいいんじゃない。作れる作れる。はい、今回はですね、クリスマスを感じてもらいたいということでプレートを作ります。いつかもプレート作ったよね。何だったっけ。バレンタインで一回。あ、バレンタインか。はは。はい、今日使うのは小松菜。小松菜。みかん。人参みかん。こんなでいいか。あ、もう作ってるもん。ちょっとなんか可愛くやりたいですよね。やっぱほら日頃からさ、自炊してますアピールできるじゃん、これで。やば、なんか網やみちょっと聞くの。網やみ、おー、すごいすごいすごい。どうしたどうした。いつもの私とは違いますので。おおお、あ、チケット来た。山本さん、え、こうしたらいいんじゃないですか。山本さんちょっと、いや、あります。山本さんちょっと作ってください。あります。何を作る。クリスマスプレート。あ、いいじゃんいいじゃん。こうしたらいいんじゃないですか。上手上手。いいんじゃないですか、ほらほら。上手上手。ほら、あ、もうな、もう嫌になってきた。これなんかイヤイヤするとダメだよ、私。お、上手。ほら、山本さん見ても、もうクリスマスツリーできた。あ、できた、ほら、2本できた。やっぱあれだよ、芸術は爆発だよ。そうだよ。思いつきなんだよ、思いつき。これ
え、じゃあまあ代わりに僕が代役を、はい、じゃあおさが代わりに、若ちゃん声だけの出演です。いや相変わらず強引だな作り方が。おおすごいすごい、ほらすごいよ若ちゃん。大胆すぎる。ちょっと待って、いや、笑うなって。作ってもらって。その、下だけ木なの気になる。おー、すごいすごい。センスだな、やっぱ。それ何ですか？これはクリスマスツリーやんけ、どう考えたでもね、多分ここにこうやって燃えれば、クリスマス要素が。あ、ほんとだ。かわいいかも。でも山本さんちょっとセンスないですね、オレンジとオレンジは。うるせえな。あ、だからこういうところに山本さんこういう緑をこうやって入れてあげるんですよ。ほら、ちょっとあれじゃないですか、ね、パンツ履いてる、ね、お尻お尻お尻ケツだパウどういう型を持ってんだよでもほぼほぼ完成してるよ、はい、いや、リンゴ丸々すぎるでしょう。え、これリンゴそのままですか？だってクリスマスだってクリスマスだから。わあ、あー、なんかちょっとどんどんやばくなってきて。本当にこれあげるんですか？うん。どうしたって言うんだ。クリスマスツリーだよ。誰がどう見たってクリスマスツリーだよ。お尻だ。そうだよ。すごっ。じゃああげますか？ちゃんと肩抜いてある。埋まってる。ああ。させられた。え？え、ねえ、ピって言ったよ。つけた、つけた今。え、ねえ、ピって言ったよ。ちょっと寒いので黒豆ちゃん、黒豆ちゃん可愛いね。すごい匂いしますよ。わかんない。俺多分やばい。その距離で匂い。なんで消したの？なんで消したのって今。しめじが一番いい匂い。しめじが一番いい。あの日向ぼっこ組がいい匂い。やっぱそうなんだ。雨しめじ。俺多分吸っちゃうとやばいことになると思う。ああ、死にますね。やばい、本当にやばいと思う。いや、今日12月の15日なんですけど、気温がですね、20度、今僕の iPhone 上でも20度って書いてあるんですけど、あのめっちゃ暑いっす。もう薄着、もうこのヒートテックも脱ぎたいぐらい暑いので、今日はジュランも日光浴してるという感じです。はーい、じゃあ行ってきます。事故しちゃう。おもろわー、なんかプあーあおー、若ちゃん左向け左、いや逆だわ、左向け左、怖い。そこ見てほしいですね。え、俺も野生のイグアナ。ああ、野生のイグアナね。なるほど。気持ちよさそうだよね。バイバイ。かわいいね。バイバイできない。バイバイ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 。なんかでもキノコは若々しいね、ずっと。すごいな。散歩行きたいね。お願いしました。いいえ。ジュラン？出そうか。じゃあどこまで行くの？トトラまで行く。今日は暖かいからな。歩くんだ。歩けるとき歩くか。チルス行くじゃん。チルスまで。チルスの散歩する。チルドさんに持って帰ってくるの。どこまで行くの？あっちの方が暖かいって。
水が。あ、見なくなった。